弟子屈町公式ニュース。皆さんこんにちは。今週の弟子屈町公式ニュースをお伝えします。木と触れ合いながら木を学ぶ木育イベントが開催されました。このイベントは今月23日、リキャンプ摩州のキャンプ場にて行われました。今日はあの木育というのをテーマに、町内の小学生にいろんな木をテーマにした遊びを体験してもらっています。この木育を推進する木育マイスターという北海道知事の認定をもらっている者たちがいるんですけども、とそれぞれ特技を生かしてあの木工作ですとか、あと今日ですと木のカスタネットとか、あとアロマスプレーとか、あとはこっちなんかは木のカツラの木を使ったアクセサリー作りとか、そういったものをやってます。あとは焚き火なんかしながら何かみんなでやるよっていうんじゃなくて、自由にのんびりと自分の好きな場所で過ごしてもらえるようにっていうふうに今日は、計画しています。この木育というのがいろんなあの木育マイスターがいろんなアプローチしてやってますけども、ここ弟子屈だとあの森に囲まれた地域ですので、この木育っていう活動を通してあの弟子屈の自然にも少しでも目を向けていってくれればなというふうに思ってやっています。では次のニュースです。川湯温泉と摩周温泉の飲食店ではしご酒でスタンプラリーが開催されています。この企画は10月24日から来年の1月16日までの期間、対象となるお店の中から5軒巡りスタンプをゲットすると応募することができます。期間中は一人で何度でも応募することが可能です。景品には共通商品券だけではなく、ペア宿泊券や食事券などもあるということです。ぜひ皆さんの応募をお待ちしております。以上、弟子屈町公式ニュースをお伝えしました。来月またお会いしましょう。